アヘン戦争は、シとイギリスの間で1840年から2年間にわたり行われた戦争である。イギリスは、インドで製造したアヘンを、シに輸出して、巨額の利益を得ていた。アヘン販売を禁止していた清は、アヘンの蔓延に対してその全面禁輸を断行し、イギリス商人の保有するアヘンを没収、処分したため、 反発したイギリスとの間で戦争となった。イギリスの勝利に終わり、1842年に南京条約が締結され、イギリスへの香港の割譲ほか、清氏にとって不平等条約となった。なお、アロー戦争を第二次とみなして第一次アヘン戦争とも呼ばれる。もともと清は1757年以来関東港でのみ、ヨーロッパ諸国と交易を行い、 君行という北京政府の特許を得た商人にしかヨーロッパ商人との交易を認めてこなかった。一方ヨーロッパ側で中国貿易の大半を握っているのはイギリス東インド会社であり、同社は現地にカンカニー委員会という代表機関を設置していた。しかし北京政府はヨーロッパとの交易を一貫して兆候と認識していたため直接の貿易交渉には 応じようとしなかった。そのため、ンカニ委員会さえも、君行きを通じて、リンという請願書を、関東地方当局に提出できるだけであった。このような関東貿易制度は、中国市場開拓を目指すイギリスにとっては満足の、いくものではなかった。関東貿易制度の廃止、すなわち、北京政府による貿易や、 居住の制限や北京政府の兆候意識を是正することによって英中自由貿易を確立することが課題になっていった。イギリス東インド会社は1773年にベンガルアヘンの専売権を獲得しており、ついで1797年にはその製造権も獲得しており、これ以降同社は中国への組織的なアヘン売り込みを開始していた。北京政府は アヘン貿易を禁止していたが、地方の中国人、アヘン商人が関係を買収して、取締りを免れつつ密貿易に応じたため、アヘン貿易は拡大していく一方だった。1823年にはアヘンが、インド面下に代わって、中国向け輸出の最大の商品となっている。関東貿易の枠外でのアヘン貿易の拡大は、関東貿易制度の崩壊につながることとなる。 イギリス東インド会社の対中国貿易特許は1834年に執行し独占体制は終了してこれまで同社の下請け等の形で貿易活動を行っていた個人貿易省に委ねられることとなった。これに伴い同年イギリス政府は東インド会社の管轄委員会に代わって現地で自国承認の指導 監督を行う貿易監督官を派遣することとした。初代監督官には、ウィリアム・ジョン・ネーピアが任命され、ネーピアは、真の良好総督との直接の接触を目指したが、請求な実現に固執したため紛争化し、武力衝突を招き、失敗した。当時のイギリスは、茶、陶磁器、絹を大量に清から輸入していた。一方、 イギリスから清へ輸出されるものは時計や望遠鏡のような富裕層向けの物品はあったものの大量に輸出可能な製品が存在しなかったためイギリスの大幅な輸入超過であったイギリスは産業革命による資本蓄積やアメリカ独立戦争の戦費確保のため銀の国外流出を抑制する政策をとったそのためイギリスは 植民地のインドで栽培した麻薬であるアヘンを清しに、密輸出することで超過分を総裁し、三角貿易を整えることとなった。中国の秋代末期からアヘン吸引の習慣が広まり、新代の1796年にアヘン輸入禁止となる。以降19世紀に入ってからも何度となく、禁止令が発せられたが、アヘンの密輸入はやまず。 国内産アヘンの取り締まりも効果がなかったので、新国内にアヘン吸引の悪兵が広まっていき、健康を害する者が多くなり、風紀も大敗していった。また、人口が18世紀以降急増したことに伴い、治安が低下し、自暴自棄の仮想民が増えたこともそれを助長させた。アヘンの代金は、銀で決済したことから、アヘンの輸入量増加により、 貿易収支が逆転、新国内の銀保有量が激減し、口述の通り銀の高騰を招いた。同皇帝と、林即女。新では、この事態に至って、官僚の元の隅から、巨大上層儀と言われる、太油金論が上奏された。概要は、アヘンを取り締まることは無理だから、輸入を認めて、関税を徴収した方が良いというものである。 しかしこの主張に対しては多くの強い反論が提出され論破された。その後、アヘンを厳しく禁止し吸引した者は死刑に処すものとすることで風紀を粛清しアヘンの需要も消滅させ銀の国外流出も立つとする現金論が公爵主義から上奏され、同皇帝はアヘン現金策の採用を決めた。同皇帝は公爵 シゲルの上層文をもとに各地の地方長官に具体策を検討させ最も優れた提案を行った林即助を起用することとした林即助は1838年に金差大臣に任命され関東に赴任しアヘン密輸の取り締まりに当たった林即助はアヘンを扱う商人からの増愛にも応じず現地の総督 準部や軍幹部らと協力して、アヘン密輸に対する非常に厳しい取り締まりを行った。1839年には、当州の外国商人たちに、今後、一切アヘンを、新国国内に持ち込まない、という旨の制約書を、同年3月21日までに提出した上、保有するアヘンも供出するよう要求し、 今後アヘンを持ち込んだ場合は死刑に処すると通告した。これをイギリス商人や貿易監督官、チャールズ・エリオットが無視し期限を経過したため、林即女は彼らの滞在するイギリス商館に官兵を差し向けて、包囲し、保有するアヘンの教室を訳させた。大量のアヘンの没収、収容には、同年4月11日から5月18日までを要し、用紙。 林や即女らはこれを6月3日から6月25日までかかって現地で処分した。焼却処分では燃え残りが出るため専用の処分地を建設し、アヘン界を切断して水に浸した上で塩と石灰を投入して化学反応によって無害化させ海に放出した。この時に処分したアヘンの総量は1400トンを超えた。 この林即女の処置にエリオットは反発し、すべてのイギリス商人に制約書提出を禁じた上、全員を引いて、公衆からマカオに退去した。抗議の意思表示であったが、申告側には何らダメージとはならなかった。林即女は、外国商人の来航、公益自体を禁止することは非現実的で、不可能であることを理解しており、目的は、外国商人の追放ではなく、 アヘン近絶を制約させ、合法的な商業活動に専念させることにあった。アメリカ商人をはじめとするイギリス以外の商人の多くは、もともとアヘンとの関わりが少なく、新国当局に制約書を提出して商業活動を続けた。パーマストン施策とチャールズ・エリオット。北京の清政府内でアヘン禁止論が強まっていた1836年。 イギリス外相パーマストン支社区は、現地イギリス人の保護のため、植民地勤務経験が豊富な外交官、チャールズ・エリオットを、新国貿易監督官として、カントンに派遣した。またパーマストン支社区は、海軍省を通じて、東インド艦隊に対し、清シに対する軍事行動の規制を大幅に緩めるので、エリオットに協力するよう通達した。 ただし、未だアヘン取り締まりが始まっていない。この段階では、パーマストン施策も、直接の武力圧力をかけることは禁じている。1839年3月に、関東に着任した、林即助による一連のアヘン取り締まりが始まると、エリオットは、イギリス商人の所持するアヘンの引き渡しの要求には、応じたが、誓約書の提出は拒否し、5月24日には、 関東在住の全イギリス人を連れてマカオに退去した。急速な事態の進展に東インド艦隊も事態を掴んでおらず軍艦を派遣してこなかったためエリオットの元には武力がなかった。この状況下で林即助はイギリス側のアヘン近絶制約に向けてさらに圧力を加えることとし、また急流半島で発生したイギリス船員による 現地住民殺害事件の捜査をエリオットが拒否したこともあり、8月15日に制約書を提出しない、在マカオイギリス人への食料供給を禁じ、召喚の中国人使用人の退去を命じた。エリオットは以前として、アヘン禁絶制約に応じず、エリオット以下イギリス人は8月26日に、マカオも放棄して戦場へ避難することになった。 ここに至る一連のエリオットの対応の結果、イギリス商人は、広州との直接貿易が完全に絶たれ、アメリカ商人を返さなければならなくなり、極めて高額の中継運賃負担等の不利益を強いられることとなった。ここでようやく東インド艦隊のフリゲート艦が2隻だけ到着したが、エリオットと新国の揉め事を察知したわけではなく、 パーマストン支社区の方針に従ってたまたま来ただけであり、しかも六等艦というイギリス海軍の序列では、最下等の軍艦であった。だがエリオットは、この二隻を使って、早速に反撃を試みた。9月4日にエリオットは、急流を切れ、新国平線に砲撃を行ったが、新国側は、 イギリス船への食料密売を一部黙認したのみで、アヘン近絶制約を求める方針を変えなかった。その後10月初め頃までには、新国側は食料供給禁止等を解除し、イギリス人はマカオに復帰した。制約書問題を一時棚上げして、公衆郊外の顧問で貿易を再開する提案がなされたが、新国側は応じなかった。 エリオットは、すべての自国商人に対し、申告当局へのアヘン近絶制約書の提出を禁じ続けていたが、林即女ら申告側は、むしろ制約書提出の上で、アヘン以外の通常の商業活動を行うことを、当初から干渉しており、イギリス商人の中でもアヘンに関わっていないものには、エリオットへの不満が高まっていた。10月に入ってからは、 正当な貿易品であるインド綿花やジャワ米を積んで来航したイギリス商船がエリオットに従わず新国当局に制約書を提出した上一部は公衆入港を果たすという事態が発生した新国側はイギリス側をさらにアヘン近絶制約に動かすことを狙い未制約者に解禁したばかりの食料供給等を 再び禁止し、エリオットに対して制約書提出の圧力を強めた。戦備海戦エリオットは、1839年10月末に、2隻のフリゲート艦を率いて、戦備沖で制約書提出済みの自国商船の、公衆入港を妨害し、さらに11月3日には、新国平船への攻撃を開始した。新国側は、関東水指定特石、 天ツチカウが特選し、ポルトガル製の艦砲を搭載した艦を含む29隻の兵船が出動したものの、ボレージ号に損傷を与えたのみで、大半の兵船が自力航行不能の損害を受けた。一方イギリス本国も外相パーマストン施策の主導で、耐震回線に傾いており、1839年10月1日に、 メルバーン市灼内閣の閣議において、遠征軍派遣が決定した。アヘンの密輸という改選理由に対しては、新京都的な考え方を持つ人々からの反発が強く、イギリス本国の庶民院でも、野党保守党のウィリアム・グラッドストンらを中心に、不義の戦争とする批判があったが、清に対する出兵に関する予算案は、賛成271票。 反対262票の僅差で承認され、この議決を受けたイギリス海軍は、イギリス東洋艦隊を編成して派遣した。総司令官権特命全権大使には、チャールズ・エリオットのいとこのジョージ・エリオットが任命され、チャールズは、副士となった。八百四十年八月までに、軍艦十六隻、輸送船十七隻、東インド会社所有の武装機船四隻、 陸軍兵士4000人が中国に到着した。イギリス艦隊は、林即助が大量の兵力を集めていた甲州では、なく、より北方の防備が手薄な地域に向かい、長山列島を攻略した後、長久首都北京に近い天津沖へ入った。天津に軍艦が現れたことに驚いた。同皇帝は、林即助に、海戦の攻めを追わせて、新疆入りへ左遷し、 和平派のキシャンを公認に任じて、イギリスに交渉を求めた。イギリス軍側もモンスーンの接近を警戒しており、また、長シャン列島占領軍の間に、病が流行していたため、これに応じて9月に一時撤収した。この間イギリス側は、新国との交渉方針をめぐって、両エリオットの対立が激化し、特命全権大使のジョージエリオットは11月29日に、 病気と称して帰国してしまった。1841年1月20日には、キシャンとチャールズ・エリオットの間で、戦備条約が締結された。ところが、イギリス軍が撤収するや、清政府内で強硬派が、盛り返し、同皇帝は、キシャンを罷免して、戦備条約の正式な締結も拒否した。チャールズ・エリオットも、本国に、無断で、 長山列島を返還したため悲鳴となり、公認の特命全権大使に、ヘンリー・ポッティンジャーが任命され、1841年8月11日に着任した。首脳陣が交代したイギリス軍は、本国の方針により軍事行動を再開した。イギリス艦隊は、アモイ、長山列島、レーハなど様子高位難の沿岸地域を、次々と制圧していった。 三原理事件での現地民間人の噴戦や、顧問の戦いでの観点土下浦の噴戦もあったが、完全に正解権を握り、火力にも勝るイギリス側が自由に上陸地点を選択できる状況下、戦争は複数の拠点を防御しなければならない、清川正規軍に対する一方的な格好撃破の様相を呈した。特に、 ネメシス号をはじめとした東インド外車基礎法官の活躍は目覚ましく、水深の浅い内陸水路に容易に侵入し、進軍のジャンク平線を次々と沈めて、後続の艦隊の侵入を成功に導いた。公州では、関東水指定徳席天津地うが戦死し、賃海寧波艦落時には、石膏方面防衛責任者の、良校総督献金佐大臣、 広志県が自決した。石膏戦線では、新軍は増援を受けて反撃を試みたが、失敗した。イギリス艦隊はモンスーンに備えて1841年から1842年に、かけての冬の間は停止したが、1842年春に、インドのセポイ6700人、本国からの援軍2000人、 新たな基礎法官などの増強を受けて、北港を再開した。5月に、対日貿易港のながら、裏を、ついで様子、江口の五省要塞を陥落させて、様子港へ侵入を開始し、7月には、鎮港を陥落させた。イギリス軍が鎮港を抑えたことにより、計、食い台運河は止められ、北京は、補給を断たれた。五では、江南のが戦死し、 ながら、裏、鎮校では厨房八騎兵が玉砕した。またながら、裏や鎮校では、イギリス軍による大規模な住民虐殺、婦女暴行、略奪が発生している。この破滅的状況を前に、同校帝ら北京政府の戦意は、完全に失われた。イギリス軍艦。 HMS コーンウォリス号内で締結された南京条約。1842年8月29日、両国は南京条約に調印し、アヘン戦争は終結した。アヘン戦争以前、新国は関東、福建、石膏に海岸を置き、外国との海上貿易の拠点として、管理貿易を実施していた。南京条約では、 君行き制度を廃止し自由貿易制に改め、従来の参考に、復讐、上海を加えた五行を自由貿易港と定めた。加えて、本条約ではイギリスへの多額の賠償金の支払いと、香港の割譲が定められた。また、翌年の顧問債追加条約では、違い法権、関税自主権放棄最恵国待遇条項承認などが定められた。 このイギリスと新国との不平等条約の他に、アメリカ合衆国との防火条約、フランスとの候補条約などが結ばれている。この戦争をイギリスが引き起こした目的は大きく言って二つある。それは、東アジアで支配的存在であった中国を中心とする、超高体制の打破と、厳しい貿易制限を撤廃して、自国の商品をもっと、 中国側に買わせることである。しかし、結果として、新国、イギリス間における外交体制に大きな風穴を開けることには、成功したものの、もう一つの経済的目的は達成されなかった。中国製の綿製品が、イギリス製品の輸入を阻害したからである。これを良しとしなかったイギリスは次の機会を伺うようになり、これが、 第二次アヘン戦争とも言われるアロー戦争へと繋がっていくことになった。なお、この戦争の結果として締結された南京条約には、アヘンについて一言も言及しなかったため、終戦後も外国からのアヘンの流入と銀の流出が止まらなかった。新国の政府はこれに対抗するために、主に西北部と西南部での消しの主食とアヘンの 生産を奨励した政策を打ち出した。国内でのアヘンの生産増加により、銀の流出が止まらなかった状況はだいぶ改善され、外国産アヘンの相場も、総崩れとなったが、国内のアヘン利用者が、爆発的に増加したという、大きな弊害が招かれた。開国寿司の、第三巻に描かれた東半球の地図アヘン戦争は、清川の敗戦であったが、これについて、 深刻な衝撃を受けた人は限られていた。北京から遠く離れた関東が主戦場であったことや、中華が移民族に敗れることは、まま歴史上に見られたことが、その原因である。関東システムに基づく管理貿易は廃止させられた、ものの、清は、依然として、中華思想を捨てておらず、イギリスをその後も、エイエビスと呼び続けた。しかし、一部の人々は、 イギリスがそれまでの中国の歴史上にたびたび登場した遺敵とは異なる存在であることを見抜いていた。例えば、林則女と信仰のあった義元は林則女が収集していたイギリスやアメリカ合衆国の情報を託され、それをもとに開国寿司を表した。エビスの長技を首としもてビスを制すという一説は、 これ以後の中国近代史が辿った西欧諸国の技術、思想を受容して改革を図るというスタイルを端的に言い表した言葉である。この書は東アジアにおける初めての本格的な世界紹介書であった。それまでにも知事はあったが西ヨーロッパ諸国については極めて粗略で誤解に満ちたものであったため詳しい情報を記した義言の開国図史は 画期的であったと言えよう。ただし、この試みはあくまでも義限による個人的な作業であって、政府機関主導による体系的な事業ではなかったので、義限によるせっかくの努力も後継者不在のため発展せず、中国社会全体には対して影響を及ぼさなかった。その後、太平天国の乱などが起きる一方、1860年代から、ヨウム運動による、 近代化が図られた。アヘン戦争の影響は、清が存在した中国大陸を現在支配している、中華人民共和国にも及んでいるという指摘もある。同国では 1kg 以上のアヘンを密輸、販売、運搬、製造すると、薬物密輸販売運搬製造罪となり、15年以上の懲役、無期時計または死刑に処された上、財産を没収される。 これについて、韓国の中央に一方は、アヘン戦争のトラウマによるものと指摘している。天安門広場にある人民英雄記念碑には、アヘン戦争の屈辱から、中国共産党による大陸制覇までの歴史を掲げている。アヘンの輸入量は1800から1年の、 約4500箱から1830から31年には2万箱。アヘン戦争前夜の1838から39年には約4万箱に達した。このため1830年代末にはアヘンの代価として、新潮国家歳入の80%に相当する銀が国外に流出し、 国内の銀流通量を著しく減少させて、銀貨の高騰をもたらした。当時の清は銀本位制であり、銀貨と銅線が併用され、その交換比率は相場と連動していた。建流時代には銀一両は銅線700から800分と交換されていたが、1830年には1200分と、なり30年代末には最大で2000分に達した。 指定銀の税額は銀何両という形で指定されるが、農民が実際に手にするのは銅線であり、納税の際には銅線を銀に換算しなければならなかった。つまり、銀貨が倍に高騰することは、納税額が倍に増えることを意味した。新朝の敗戦は、長崎に入港していたオランダや新の商船員を通じて、幕末の日本にも伝えられた。 西洋諸国の軍事力が東洋に比して圧倒的に優勢であることがいよいよ明白になったため大きな衝撃を持って迎えられた。かつて強国であったはずの真の敗北はさらにその先の東アジアへ進出するための西洋の旗印となる危機的な懸念があり速やかな国体の変革が急務であることを日本に悟らせた。中国国内では重要視されなかった。 義元の、開国寿司もすぐに、日本に伝えられ、吉田松陰や佐久間昌山ら、幕末における、重要人物に影響を与え、改革の機運を盛り上げる一翼を担った。林即女の抱いた、西洋列強への危惧は、中国ではなく、日本において生かされることになったのである。天保14年には、昌平座科学文書にいた、斎藤武道が、 アヘン始末という小冊子を書き、新国の備えのなさと、西洋諸国の兵力の恐るべきことを憂えている。それまで、異国の船は見つけ次第砲撃するという異国船、ち払い例を出すなど、強硬な態度をとっていた江戸幕府も、この戦争結果に驚愕した。同時期に、 日本人漂流民を送り届けてくれた船を追い返すという森孫号事件が発生したこともあり、天保13年には方針を転換して異国船に焚き木や水の便宜を図る、浸水救予例を新たに打ち出すなど、欧米列強への態度を軟化させる。この幕府の大害なんかが、やがて開国の大きな要因となり、ペリー来航、 明治維新を経て、日本の近代化へとつながることになった。ありがとうございます。